脳なんでも相談室です、えー、お相談を受けしています、えー、幼い頃の体験についてです先日トラウマについて興味が湧いたので少しだけ調べたところ幼い頃のトラウマ体験は脳に影響を及ぼすだけでなく 体にも記憶されてトラウマ体験の情動が大人になっても残っているということを学びました。僕は逆のこともあるのではと思いました。昔夢中になったり楽しかった記憶も体に記憶されてその時感じた楽しいという情動が残るのではと思いました。昔好きだったカードやハマっていたものなどを見た時に体に表し、 辛いゾクゾクする感覚になったことがあるからです。これはトラウマに限らず、幼い頃の体験というのは脳だけでなく、体にも記憶されているのではないかと感じました。森さんはどう思いますか？また、そのような体に記憶されているトラウマ体験や楽しい体験は今からでも抱えていったり、上書きすることは可能なのでしょうか？うんだから、これは難しい話でございまして。あのまあ、アントニオ・ダマジオっていう人がまあ。ガッツフィーディングとか？ スマティックマーカー仮説ってことを言ってるんですけど、あの、要するにあの、脳と体ってのは当然つながってるわけなんで、なんか内臓感覚っていうのかな何かに反応、何かに出会った時のその反応っていうのが、まあ、体と脳のやりとりの中で、脳の中だけじゃない形で分散した形で残ってるという説はずっとあるんですね。 で、えー、だから脳が、ただじゃトラウマにしても楽しいお記憶にしても、えー、脳だけで記憶しているというよりも、体が反応していて、その体からのシグナルを経て、脳が、あの、ある判断をする、認知をするというメカニズムはきっとあるだろうと考えられてるんですけど、ただその、えー、っと、それを最終的に認識して判断するのは脳の意識であることも事実なんですよ。なので、えー、だ極端な話、例えばあの、 よく心臓移植すると心臓移植のもともとのドナーの記憶が映るということがあるみたいなことが都市伝説的には言われますけど科学的にはおそらくそういうエビデンスはないんですよね。ですからそのおっしゃってる体の記憶というものはあるんだけどおそらく脳のそのエピソード記憶とか意味記憶に比べると補助的なものどっちらかというとそのえっとそれを作り出す空気のようなものとしてあるんだろうと。 で、それが脳のその浄動系ですね、えー。脳のその古い脳と言われる大脳変異系とかそこら辺を通して大脳皮質に影響を与えているということだと思うんですね。で、書き換えるっていうのはね、できるんですね。で、それは逆にその現場で体験するというか、頭の中だけで考えたり、頭の中で書き換えるんではなくて、 その実際にどっかに行ってそれを経験することでそういうことも可能になるんで、えとにかく経験することが大事だってことだと思いますね。で、最終的に脳のその即答連合矢に記憶が蓄積されるとしても、その記憶を書き込むプロセスでおっしゃってるようなその環境の中にシチュエイティってな記憶っていうのは大事になってくるんで、そういう意味においてもやはり経験することが大事だってことは全然言えるんじゃないかなと思います。ただその身体、 の記憶と言われているものについては、えー、世間が時に言うようなことよりも控えめな役割しかないのではないかと科学的には考えられるかなと思います。